どうも皆さんこんにちは、三浦です。ママにゲーム隠された2、今回最終回最終回かな。あーそうっぽいね。じゃあ20日から結構難しくなってんじゃないかな。え、なぜか野球をやってる。えい、ママお母さんがキャッチャー、お母さんキャッチャーだったんだ。じゃあバッター誰よ。バッターお父さんかな。あ、ボールがあったよ。ボールを投げる。おい、死んじゃうよこんなの。今顔面直撃でしょ。えー、これ難しいよ。今バッターに触れてんだけど、バッターダメだな。え、どうすんのこれ。なるほどなるほどね。あ、隠れてる。ゲーム機あるけど、なんか雲の糸みたいなやつが。お母さんか。いや、他になんか方法あったでしょ、お母さん。アイテムをゲット。なんだこれ。効果、ああ、なるほどね。これで向こうの部屋に行けるようになったんだ。くだらねえ。カニが出てきたぞ。え、さっきのカニ、重要アイテムだったんじゃない。じゃ、ちょっと一回死ぬか。多分、あ、そうかそうか、カニをゲットしてあの糸を切るんだね。じゃあこうやって、こうでしょ、これでスピード勝負。ほらゲット、これでゲットだ。さあ次行こうね。いや、お母さん絶対近くで見てたと思うけどね。猫缶がある。あ、ダメなんだ。隣に行く、隣の部屋に行くことさえダメなんだね。ああ、そういえばお母さん、お母さんの体あるわ。猫缶、猫缶はわかるけど、キュウリなんなんだろうね。キュウリ、そうか、これ多分猫の下にあるな。猫缶全部食べるのを待ってばよかったのか。じゃあキュウリ行こうか。キュウリなんなん。え、キュウリ、ああもう知らんぷりだ。じゃあ猫缶ゲットして、あ、え、え、あ、キュウリにびっくりしたんだ。なるほど、別にそれ狙ってやってたわけじゃないんだけど、偶然、すげえ偶然。あ、イソギンチャクがあるぞ。もうわけわかんないな、もう。アンコウか。隣の部屋行って、ホタテだ。でかいな。もうなんかゲームなんかどうでもよくなってるような気がする。あ、なんかいる。アイテムゲット。こうじゃない？あー違うか。ダメなのそれ。イソギンチャクだ、イソギンチャク。これで魚をゲットして、イソギンチャク、あー、これでゲットなんだ。ゲット。もう意味わかんないけど、もう、あー、家が大変なことになってるよこれ。もうゲームどころじゃないよ。なんで落ちるかな、分かってたでしょそれ。そしたらこっち行って、お母さんがいるね、そこに。あ、タオル。いや、これで渡ることできないよ。んだよね。大してジャンプできてなかったし。いや、マント羽織ればさ、ジャンプ力アップすると思ってんの、もう小学生ぐらいだけだから。タオルでしょ、お母さんだもんな。どうすんだこれ。どうすんだよこれ。難しいぞ。タオルゲットして、なんかないかな、タオル。お母さんにかける。わかんない。アイテムをゲット。うわうわうわ、そこにアイテムあったんだ。
いけた。すごくない？すごいな。25日目。お前誰だよ。なるほどね、これで探せっちゅうことね。あ、違う、隣だ。あ、反応したぞ、反応したぞ。ここか。あれ、どっか行っちゃったんだけど。あ、これゲットね。一回しか反応しなかったな。さあ、もう今回はちょっとこれで全クリしよっか。いい感じ。いろんな人いるな。アイテム置いてないだろ、それ。これはアイテムゲット。これ。だよね。おお、来た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 。これ多分お母さんだよね。やらなくてもわかるわ。違ったか。あ、わかったわかったわかった。これはあれだ。これ意味わかったぞ。皆さんわかりました？これ人間っぽいのと猿っぽいのがいるから、これ動物の進化的な感じじゃない？あ、違う。違ったか。激しょ。え、これどういう順なんだろう。とりあえずだな。難しいな、これ。ちょっと覚えておかないといけないのか。なんか意味、並び方に意味があるような感じはしないんだけど、なんかおかしいな。まず、しようかな。で、こうやって、この人はここで正解だったはずなんでね。あ、違ったか。いやー、ちょっと覚えて覚えて覚えて。普通の人が2番目で、なるほど、普通の人が2番目。うわ、覚えられねえ。で、待ってよ。どうだったっけ？こうだったっけ？こう。あ、違う。違うな。あ、そうか。最初、ブルーの人だ。ブルー。この人が一番目で、二番目、この人。あ、違う違う。二番目、この人。三番目、この人。四番目、この人か。なるほど。一番、二番、こうだね。こう。よし。これ、正解。この並びなんか意味あったんですかね。せっかくさ、このなんだろう、ケムクジラ、なんだろうこれな、進化だと思ったんだけどな、違うのかな。さあ次行こう。なんだこれ。ママ。なんだこれ。とりあえずタップしてみよっか。ああ、なんとなく分かってきたぞ。ゲームを当てろってことで。当たったよ。 LINE スタンプ出たよ。宣伝された。ジェイソンは当てちゃダメだよね。ジェイソンは当てちゃダメ。あれどうだったっけ。ゲーム、あ、お母さん来ちゃった。ゲームがどこだ。カニゲット。アイテム必要なのかな今回。うん。あ、お母さんはダメ。あ、来た来た来た。こうだ。アイテムゲットか。ああ、これでカニでこれでゲットか。なるほど。さあ次だ。うん、これは脚立があって。ママ。なんで。なんでそこ。飛び越えちゃいけなかったの？飛び越えちゃいけないのかよ、これ。白線を越えちゃいけないらしいね。でもこれでどう？ダメだ。ダメなのか。白
線を越えちゃいけないのか。え、これ難しくない？これヘビダメだもんね。難しいな。ヒント見ちゃった。隣の部屋とのメニューボタンをよく、わー、そういうの来たか。なるほど、これで、これはちょっと意地悪すぎじゃね。どうしても広告を見せたいんだね。なるほど、これね。あ、そういうことだったのか。わかんないよ。なんで白線越えちゃいけないのかっていうのは、全然わかんなかった。なんで投げはやってんだよ、勝手に。はい。あと29日やって、30日がラストなんですけども、もう時間もいいことになってきたんで、まあちょっとね、楽しみは最後に残しておくということで、次回ラストやっていきたいなと思います。はい、今回はここでおしまいにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。